はいどうも、発狂マシンガンの足です。今回はやばいことが発覚してしまいましたということでやってまいりました。ということで、まあ、前回ね11月27日月曜日に来る、まあ、ショータイムのガチャの動画出したんですけど、ちょっとねそこに追加の情報でやばいことができましたということで、これはさすがに紹介しないといけないなということでやっていこうかなと思います。ということで今回、まあ、リーク情報になってしまう部分もあるんで、まあ、見たくない人はここで動画閉じてもらった方がいいのかなと思います。ということで最初にチャンネル登録と高評価本当にお願いします。ということで、まあ、今回何が発覚したかというと、次のショータイムのスキル持ちの選手が分かってしまいました。ということで、まあ、これなぜ分かったかというと、今ツイッターであることをね発見した人がいまして、まあ、今回はねその方から、許可をもらって、この動画撮らさせていただいてます。まあ、その方はね、ツイッターしっかり概要欄に貼らせてもらうんでね、ぜひフォローお願いします。マジでねこれ気づいたんすごすぎるんよ。ということでやっていきましょう。はい、ということでこちらイーフトハブっていくんですけど、まあ次来るショータイムは前の動画でも紹介した通りこの3名なんですけど、まさかのスキル持ちの選手が、分かってしまったっていう、何を持ってるかも分かったと。マジでこれやばいということやね。もう早速言っちゃおうかなと思うんですけど、久保くんにモメンタムです。終わりです。やばいですこれ。いや神ガチャになるでしょ。ということで、まあ、なぜ分かったかと言いますと、まあ、ここにはねスキルモメンタムって書いてないんですけど、アウトスピンキック、これが実はモメンタムっていうね、まあ、最近イーフトハブよく見てた人ならわかると思うんですけど、アウトスピンキックってね表示されてないんですよ、持ってる選手でも。まあ、例えばこのフォルラン、まあ元からこのスキル追加じゃない状態でアウトスピン持ってると思うんですけど、でこちらイーフトハブで見るとアウトスピンキック表示されてませんと。これおかしいよねと。で、まあ、ここにあるアウトスピンキック。これで検索すると、こちら、モメンタムの選手が全員出てくるということで。まあ、実質アウトスピンキックって表示されてるのはモメンタムっていうことなんですよね。これ気づくんやばくない？ということで、久保くんモメンタムが確定してしまいましたね。まあ、今、田原積田選手が、モメンタムでガチャ来てると思うんですけど、まさかの連続で来るっていうね。さすがにちょっとびっくりしたね。まあ、あと、モラタとベリンガムの、まあ、スキルついてるかちょっとまだわからないですけど、まあ、もしかしたら3人ついてるとかもあるかもしれないですね。まあ、ただ、まあ、久保くんのモメンタムがほぼほぼ確定したんじゃないかなと思いますね。感じでこれはやばすぎる。まあ、レベル30で、まあ、30も超えてくるかもしれないからね。36とか言ったらやばそうやね。こんな感じの能力できて、まあ、ここにモメンタムもあるってことになったら、これはやばいね。モメンタム確定したん結構でかくない？ちょっと今来てるガチャもね、引くか迷ってくるよね。って感じで、さすがにこれはね、紹介しないといけない。前の動画ではね、さすがに僕も気づけなかったんで、久保くんがモメンタムほぼほぼ確定したっていうのは、ぜひ頭に入れておいてもらった方がいいのかなと思います。いや、これで、モラタとベリンガもなんかスキルついてたら激アツやけどね、最近は一人しかついてないからね、どうなんやろ。ショータイムやからなんか3人つけてもいいような気はするけどね。まあ、激アツすぎる情報ですね。で、まあ、3人にスキルついてたらとか言ってたけど、よくよく考えたら、他の選手スキル10個あるっぽいな。ベリンガも一応9個になってるけど、多分アウトスピンだよね、この人は。表示されへんから。多分アウトスピンやから、まあ、ベリンガムも、まあ、多分ショータイムスキルはないっぽいかな。まあ、9個やったからちょっと一瞬びっくりしたけど、アウトスピン表示されんのかって感じで。まあ、ベリンガムアウトスピン持ってるからね。アウトスピンが消えて、ショータイムのスキルつくっていうことはあるのかな？ちょっとなさそう。で、モラタのスキル見ると、しっかり10個あるんで、まあ今回も久保くんだけかな、スキルは。まあでも久保くんモメンタムは、まあめちゃくちゃいいと思いますね。最初の方はショータイムスキル3人ついてたのにね、なんか最近は1人でちょっと寂しいですね。ただブースターもつくと思うし、まあ悪くはないかなっていう感じで。まあ、3人にショータイムのスキルついてたら激アツでしたねって感じですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。いや、まあ今日は、まあちょっと短めな動画ですけど、さすがにこれは動画にしないといけないでしょ。ということで、まあ今来てるガチャもね、まあ一回引くのこれ待ってもいいんじゃないかな。さすがに久保くんモメンタム確定したらね、ちょっとそっち引きたくなっちゃうよね。まあ、ちょっと田原積田選手も僕気になってるんですけど、ちょっと久保くんモメンタムがほぼ確定してしまったからね、非常に迷っております。ということでご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。